皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作 F チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日は9月の20日なんですけど、東京ゲームショーが開幕しまして、それに先立ちましてね、ソニーの方からサプライズの発表がありましたけれども、プレイステーションクラシック発売決定ということで、まあほぼ事前情報って出てなかったと思うんですけど、まあ、よくリークされなかったんですよね。で、発売日が2018年の12月3日で、初代のプレイステーション、この発売日が1994年の12月3日だったわけですけれども、それにこうちゃんと合わせてきた感じですよね。で、まあ、商品見に、見に行ってはついてませんけども、まあ、当然というか、まあ、これまでのミニシリーズに習ってってわけじゃないと思いますけど、まあ、本体サイズはちょっと小さい感じになります。まあ、サイズ感で言うと、まあ、こういった、まあ、はがきサイズ、まあ、ほぼはがきサイズですね。で、コントローラーは多分、リアルサイズだと思うんですけど、まあ、ここに、昔の PS のコントローラーありますけど、まあ、これは純正じゃなくて、堀さんの、まあ、互換コントローラーですけど、まあ、サイズ感で言うと、まあ、コントローラーは多分リアルサイズだと思うんで、まあ、この大きさだと思うんですよね。で、まあ、本体サイズはこのハガキのサイズくらいです。で、映像出力は HDMI 端子で、電源は USB 端子で、マイクロ B ですね。コントローラー端子は、まあ、2つ刺さるところがあって、まあ、着脱式。で、まあ、肝心の収録ソフトなんですけど、まあ、現状では一応5本だけ発表されていて、1本目、ソニーの RPG のワイルドアームズ、それからソニーのアクションゲームのジャンピングフラッシュ、アロハ男爵ファンキー大作戦のマキー、それからナムコの鉄拳3、これはあの格闘ゲームですよね。それからスクエア、まあ、当時のスクエアのファイナルファンタジー7のインターナショナルバージョン、それから当時のナムコの R4 リッジレーサータイプ4、こちらレースゲームですけれども、残りの15本、これは一体何になるかっていうのは、まあ、いろいろ話題になってますけども、20本収録ということで、まあ、そんなにジャンルは偏ってこないように、まあ、こう、いろいろとかいつまんで入れてくるんでしょうけども、まあ、個人的に入っててほしいなと思うのは、まず、カプコンの、バイオハザード1作目ですね。まあ、これは大ヒットした作品というよりは、まあ、口コミで広がって、徐々にこう認知されていったソフトですけれど、まあ、サバイバルホラーというジャンルを打ち立てたソフトとして、まあ、入っててほしいなと思いますね。それからスクエア、当時のスクエアのパラサイトイブ、これも入っててほしいですね。なんで入っててほしいかっていうと、まあ、まあ、自分あんまり RPG とかやんないんですけど、まあ、人生で、やった RPG っていうのは指で折って数えるくらいしかなくて、まあ、ドラクエ1と天外魔境2と、この、まあ、まあ一応 RPG って言っていいかどうかわかんないですけど、パラサイトイブ、くらいですよね。確か高校出て、まあ、次年の、専門学校行った頃のゴールデンウィークに、めちゃくちゃやってた覚えがあります。それから、グランツーリスモですね。まあ、それまでは非常にこう、操作を簡単にやるっていう、レースゲームが多かった中で、いわゆるシミュレーターという非常に挙動のリアルなゲーム、レースゲームとして金字塔的な作品になってると思うんですけど、これが出た時はやっぱり
非常に衝撃的でしたよね。ゲームの中で最初に買った車がトヨタのスプリンタートレのいわゆる AE86 を買って、レースに出て、で次に、ライボの4とか買って、徐々にこうステップアップしていって、まあ、最後にサニーの GTR とか乗って、まあ、ギャンギャン走ってた覚えがありますけども、それからまあ入るだろうと思うのは、まあときめきメモリアル Forever with You、まあ、いわゆる恋愛シミュレーションの走りのゲームで、伝説の木の下で告白するあれですよね。でまあこれは個人的に本当に入っててほしいソフトなんですけど、ムーンという、一応 RPG なんですけど、まあ、ちょっと一風変わった RPG で、まあ確か経験値っていう概念がない、RPG だったと思うんですけど、まあなんで入っててほしいかって言えば、まあ自分が初めて買ったプレステのソフトだからなんですけど、もしムーンが入ってたら、もどもよで買うと思います。というわけで、まあいろいろと期待は膨らむんですけれども、まあ発売、2018年12月3日、価格が9980円ということで、追加の情報を待ちたいと思いますけれども、前向きに購入を検討してみたいと思います。では動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画から過去の動画もよろしければ見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。